オオブリソドンは、約7500万年前の後期白亜紀後期、カンパニアンのあたるアメリカ合衆国モンタナ州のジュディス・リバー類相のみから知られている肉食恐竜の属。認められている種は古生物学者、ジョゼフ・ライディが1868年に命名したオーブリサーダンミロンデュースのみである。タイプ標本が外れた全上顎骨場だけであるため、現在は、 疑問名と考えられている。この標本は現在失われているものの同様の歯が数多くのアメリカ合衆国の州、カナダ西部、アジアから発見されている。これらの歯はほぼ確実に幼体のティラノサウルスアカのティラノサウルス化恐竜のものであるが種レベルでは同定されていない。しかしタイプ標本の歯はダスプレトサウルス属の一種に属する可能性が高く ダスプレトサウルスは同時代に生息していて、葉の詳しい特徴も合致している。アウブリソドン赤を定義する共有派生形質のうち、特に全常学骨葉に虚子状構造がないという形質は、生存時の葉の摩耗や死後の摩滅、消化により生じたものである可能性がある。他のアウブリソドン赤型の葉は、他のティラノサウルスか恐竜の成長段階の違いや、性差に起因する。 可能性がある。タイプ種オーブリザーダンミロンデュース以外に複数の種が命名されてきたが、これらはすべて疑問名にされたか、他の種として同定されたか、A ミロンデュースと全く関係を持たなかった。19世紀半ばから後半にかけて、孤立した歯に数多くの恐竜の分類群が命名された。これらの族には、トラコドンやパラエオスキンクス、トロードンといったものがいた。 北アメリカの悪地で、ティラノサウルスの解明が始まるよりも前に、合衆国西部の数多くの産地で発掘された歯から、大型肉食恐竜の存在が暴かれていた。1854年と1855年に、モンタナ州のジュディス・リバー悪地から、フェルディナンド・バンデビア・ヘイデンが収集した14本の歯に、1856年に、ジョゼフ・ライディは、デーノドン・ホーリダスと命名した。 1866年にエドワード・ドリンカー・コープは、オリジナルの新タイプ標本である、巨子状構造のない一連の14本の刃のうち3本を選び、デイノドン・ホーリガスのレクトタイプに指定した。1868年に、ライディはこれら3本の刃を、オーブリ・サーダン・ミロン・デュースと命名した。ライディが命名の意図の説明を与えなかったため、俗名の意味は不明である。 俗名はギリシャ語で、再び、後方に、反対にを意味するアルファー、au、紛失、流れることを意味する、ベータラムダゼータオメガ、ブライソ、葉を意味するデルタニュー、エーデンに由来する。種商名は、ラテン語で、素晴らしい、奇妙なといった意味を持つ。デーノドンのオリジナル新タイプのリトグラフ。41から45で示される、小さな葉が、アンスプ9535で、 後のオーブリサーダンミロンデュースのレクトタイプである。37から40はアンスプ9533、33と34は、後のデーノドンホーリダスのレクトタイプ標本アンスプ9534学区名をオーブリサーダンミロンデュースは、デーノドンホーリダスと同じタイプ標本に基づくため、優先権を持っていた、デーノドンホーリダスの最初のジュニアシノニムとなった。 コープは1868年にデーノドンの名前がマダラヘビ属に使用されていると勘違いしデーノドンホーリダスをオーブリサーダンホーリダスに改名したデーノドンという属名が本当に使用されていたならアウブリソドンが有効な属となっていたことだろう1899年にオリバー・ペリー兵がコープのミスを指摘しオーブリサーダンホーリダスは オーブリサーダンミロンデュースがそうであったように、デーノドンホーリダスのジュニアシノニムであるとした。しかし、1892年にオスニエル・チャールズ・マーシュが断面が D 字型でかつ巨子状構造を持たない全常革骨派を選定することでタイプ標本にさらに制限をかけ、標本アンスプ9535をオーブリサーダンミロンデュースのレクトタイプに指定し、アウブリソドンは 独立族となった。かの2本のハンスプ9533及びアンスプ9534はデーノドンホーリガスのレクトタイプのままであった。歯に基づいた分類群であるアウブリソドンは歯を確実に割り当てることのできる骨格要素が発見されなかったため長きにわたり謎であった。20世紀前半には 複数の研究者により、当時はまだ歯を持たないことが知られていなかった、オルニトミムス科の属を代表すると想定された。1902年にローレンスラムは歯をストルティオミムスに割り当てた。この場合には、アウブリソドンに優先権があることを忘れ、1930年に平和 A ミロンデュースをオルニトミムスミロンデュースに改名した。 今日では同様の歯がダスプレトサウルスの様態の標本から発見されていることが知られており、アウブリソドンとされる歯もダスプレトサウルスに由来する可能性が高い。2000年10月、アウブリソドンのタイプ標本はフィラデルフィア自然科学アカデミーがフィールド自然史博物館に書き留め郵便で送った際に噴出した。 アウブリソドン型の歯は、ティラノサウルスなど、ダスプレトサウルス以外のティラノサウルス赤の様態にも、あるため、トーマス・カールは、アウブリソドンは、もはや真に、生物学的分類群を示さない、疑問名であると考えた。オーブリサーダン・ミロンデュースとエ、エホーリダスの他に、複数の種が本属として命名されてきた。1876年に、コープは、標本案、 全3956に基づいて、オーブリサーダン・ラターリスを記載し、このティラノサウルス科の葉の標本は後にデーノドーン、ホーリダスのシノニムとされた。1892年に、ハユーピーム296とユーピーム297に基づいて新たに2種、オーブリサーダン・アンプラスとオーブリサーダン・クリストタスを命名した。これらは、マーストリヒチアンのランス類層で発見されたため、 ティラノサウルスレックスの様体に由来する歯である。可能性がある。1903年に、ジョンベル・ハッチャーは1876年に、コープが記載した、レイラップス・エクスプランタスを、オーブリサーダン・エクスプランタスに改名した。これはおそらくサウロルニトレステスの歯である。1932年にフリードリヒ・ホンヒューネはマーシュが1890年に、命名した、オルニトミムス・グランディスを、 オーブリサーダングランディスに解明したが、大半の後の研究者はこれをカンパに、アンノティラノサウルスか、デーノドンホーリダスのシノニムとみなしている。1967年に、アラン・ジェイ・チャリグはもともとゴルゴサウルスの種に、分類されていた3種オーブリサーダン乱戦ンンイーター、オーブリサーダンノーボジロビ、オーブリサーダン乱戦ンンシスを命名した。前者2種は今日では、タルボサウルスの幼体の標本、 後者一種はティラノサウルスあるいはナノティラヌスの様態であると見られている。オリジナルのアウブリソドンの種とされた最初の骨格は1966年にモンタナ州上団で発掘された頭骨断片であり、1977年と78年にダルフ・モルナーが記載した。頭骨ラックム28,741は人の平均的な腕の長さと、 同程度の48センチメートルで長く狭い分部に尖った歯が生えていた。最初にティラノサウルスの様体と考えられ後、大型ドロマエオサウルス化と解釈され、1988年にグレゴリー・ポールがオーブリサーダン・モールナリーズの革命を与え、1990年に彼が俗格を整えてオーブリサーダン・モールナリーに修正した。1995年に ジョージ・オルシェーブスキーが別属スティジベネーターにしたが2004年にトーマス・カールとトム・ウィリアムソンがティラノサウルス・レックスの容体であると解釈したニューメキシコ州から算出した別の断片骨格アマン1131は1990年にアウブリソドンを代表すると考えられたがトーマス・カールとトム・ウィリアムソンによる後の研究ではまずダスプレトサウルスとされ最終的に ビスタヒエーベルソルトされた。また、1977年に、東英明が命名した、シャンシャニソリス風ンシャネンシスを1988年に、ポールがオーブリサーダン風ンシャネンシスに改名して、別の新種とした。これはおそらくタルボサウルスの標本を代表する。エドワード・ドリンカー・コープは1870年に、アウブリソドンをゴニポダに割り当て、 これは現代でいう重脚類とほぼ等しい分類群である。しかしマーシュは1892年に葉の小ささと D 字型の断面、虚子状構造がないことに惑わされ、アウブリソドンを白亜紀にしては例外的に大型の哺乳類と考えた。20世紀前半までにアウブリソドンは再び重脚類の爬虫類として理解され、後にデーノドン化。 すなわち現在のティラノサウルス化に分類された。ポールは1988年にアウブリソドンをティラノサウルス化の特有の赤に属すると考え、その赤をアウブリソドン赤と呼んだが、その名称はすでにアウブリソドン化とともに1928年にフランツノップ社が使用していた。この概念は後にある程度の人気を博した。トーマス・アール・ホールツジュニアは2001年に アウブリソドン赤の定義を提唱し、アウブリソドン及びティラノサウルスよりもアウブリソドンとより新しい共通祖先を持つすべての分類群とした。アウブリソドンはしばらくの間高レベルの分類群の定義にも使用されていた。ホルツはアウブリソドンをアンカータクソンとして使ってティラノサウルス赤をティラノサウルスとアウブリソドンの最も新しい。 共通祖先のすべての子孫として定義すると提唱した。ポール・セレノもまた、アウブリーソドンをアンカータクソンとしてティラノサウルス化に用いたが、彼の定義は他の理由で問題があった。これらの概念は疑問名を用いることなく再定義されている。今日では、アウブリーソドンはおそらくダスプレトサウルスに属する標本に基づいた疑問名と考えられており、その分類は、 ティラノサウルス化である可能性が高く、アウブリソドン化とアウブリソドンアという用語は不適切なものとなっている。ありがとうございます。